はい、どうもエタです、今日はですね、こちら OMP の正規輸入代理店のリミットさんにちょっとね、お邪魔して、ちょっといろいろね、あのレーシングギアの商品を買っていきたいなと思ってるんで、ちょっと紹介させてもらう、ちょっと紹介させてもらえるんで、ちょっとね、お店の中も紹介していきたいと思います。でね、日曜日と月曜日が定休日で、で12時から19時半の営業になってるんで、皆さん気をつけてください。はい、ちょっとあの DC2 のステアリングをね、今探しに来てるんですけど、今のやつがあの330倍だっけ。でちょっとね、油圧のパーステだし、ちょっと重いんで350ぐらいの大きいのにもしたいなっていうのがあって、ちょっとね、いっぱいあるんで、どれがいいかなっていうの。であと、そう、あの遠いんで、かなりディープで手前にしたいんですよね、ハンドルを。どれがいいかな。これがね、95ミリのディープなのかな。結構深めのがいいよね、手前が。最悪足りなかったらさ、なんかボスとかで手前にやってもいいんだけど。これがでもいいね。これが、これディープでいいね。これでも革とこっちがスウェードが見た目的にはいいんだよね。そうね、うん、スウェードで、でも350、これってことはこれになるか。これこっちもディープがいいもん。これで330なんだよな。でもこれが無難かな、やっぱり人気ナンバー2。うん、最悪 VAB 用もちょっといいのがあればいいんだけど、どうだろうな。これはセミディープみたいな感じで、これ人気ナンバー1だね。ちょっとね、ディープな感じで。迷う。あとこっちの方にはハーネス系が、 OMP のねやつがね、いろいろ。あ、ここにボンピンもある。 OMP のすごい、牽引フックもあるし、ペダルもあるし、すごいね。フットレストとかね。そうね、フットレストもあってね、いいね、いろいろあります。こっちはガソリン系交換、いろいろある。クッションとか。クッション、あ、シートクッションとか。へえー。あ、これショルダーパッドがある、ね。そうだね。あ、ここにボス売ってんじゃん。1万円だね。これ何？すごい。これなんだ。すごい。脱着できるんだ。あ、そういうやつ、ね。そうだね。ストップウォッチとか。こっちはカート用のアンダーウェアとかソックスとか、そう、小物系だね。そう、プロテクター。あ、プロテクター、ね。カート用のプロテクター、ね。あー、確かにね。あの、あばらによくあざできるからね、カート。そうだね。フェイスマスクと。これがメイちゃんですよ。メイちゃんが着てたメカニックスーツ。これメイちゃんが
着てたのと同じモデルなのか、これメイちゃんが着てたそのままだったら買ってきたいんだけど、それはちょっとメイちゃん着てたのだったら欲しいんだけど、ぬくもりが残る、ぬくもりが、これもこれはカート用なのかな、カート用だね多分ね、これね、うん、これもカート用、いろんな色が、色と種類が、うん、これすごいすごいね、キャリーケース、トラベル1万8000円、お買い得じゃない、お買い得普通の旅行に使えそうだけど、うん、そうだね、これレーシンググローブが、そうだね、ありますね、あのちなみにあそこの赤黒のやつ、俺が使ってるやつと同じレーシングシューズ普通のスニーカーもある、うん、でこっちはヘルメットと ハンスハンスね、カン君買ったのどれだっけ、これですね、これとヘルメットが、ヘルメットがこれ、これかハンスのクリップ付きですね、ああ、うん、いいね、まあ何かあった時用ですね俺もちょっと次はね、そっち系行きたいなと思ってるけど、うん、こっちは四輪用の、四輪用のレーシングスーツだね、そろそろスーツもデビューしたいんだけどね、かっこいいよね、これは4人用のシューズなんだね、さっきのはカート用のシューズなのかな、ああそうだね、うん、もしかしたら、うん、いいね、まあもうシューズは持ってるから、ね、うん、カラフルで、うん、意外と手頃な価格で、そうだね、いっぱいありますね、こっちもドローブ、こっちもあるね、もう選びたい放題で迷っちゃうね、そうね、いろいろ色もあってね、こんなにレーシングギアっていうんですか、 いっぱい取り揃えてるお店ってなかなかない、なかなかないから、うん、丸一日入れそうだよね、うん、おすすめです、あのこのシートなんですけど、あの現品限りで今置いてあって、あの DC2 を買ったじゃないですか、でちょっとね、あの純正のシートだと物足りないんで、ちょっとねちょうどねいいのがね現品限りで1点あったんで、しかもお値段3万円、かなり安いんで、ちょっとこれね、あのシートレールがちょっとつくか、あのシートがねちゃんとつくか不安な問題点もあるんですけど、そこはやっぱねもう DIY の力でね取り付けたいと思うんで、こいつをちょっと買っていこうと思うんで、あとステアリングがまだ決めてないんで、それを何買うかちょっと決めたいところ、ちょっと座ってみようか、これがねない方がね、さっき座ったんだけど結構ね、あのショルダーの方もね剛性がね全体的に強いからすごくいい、かなりこれホールドしてくれんじゃないかなっていう感じはあります。あとここがちょっと広いんで DC2 に入るか不安なところはあるんですけど、ちょっとまあオフセットして無理やり入れようかなっていう、まあ多分入るとは思うんですけどっていう感じです。よし、で DC2 の方のステアリングはこれにしました。で OMP って言ったらあのね黄色っていうイメージがあると思うんだけど、ちょっとやっぱ DC2 はねタイプ R で赤っていうねホンダのイメージもあるんで、こうステッチがね赤でね、でここのロゴの方はねシルバーなんだけど、すごいねあのかっこいいね黄色じゃないっていうところも OMP のちょっと面白いなっていうことで、で95ディープだっけこれの350でね、じゃあこれにしたいと思います。一応駐車場もありまして、2本目を左曲がったとこです。ちょうど2本目を曲がったところ、あそこに RAC っていう、あそこもレーシングギアショップなんですけど、そこと同じところの駐車場なんで、そこに止めちゃって大丈夫です。でこちらがね
駐車場になってますんで、こちらに皆さん止めてください。はい、でね、一応リミットさんでね、シートとステアリングを一応ね買いました。一応その2点だけ今回は買いました。またちょっとねレーシングスーツなんかもね買いたいと思ってるんで、またね、はい、今後ともお世話になるかもしれないですけど、っていう感じでね今回は終わりたいと思います。はーい。